栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃飯。那須インターを降りて車で数分、緑あふれる閑静な場所に佇む中国料理林。本場中国の雰囲気漂う店内で本格的な四川料理をリーズナブルに楽しめるお店です。種類も豊富な四川料理の中でも一番の人気は定番の麻婆豆腐。多い時には1日60皿も出るそうです。辛さの中に旨味がある麻婆豆腐ですね。油を多用してるんですけど、あっさりさせるっていうのが四川料理の、教わった作り方なので、どんだけ食べても胃もたれをさせないっていう。そんな人気の麻婆豆腐、作ってもらいました。味のベースとなる豆板醤は赤豆板醤と三年熟成豆板醤の2種類。そこに豚のひき肉、お店自慢の鶏ガラスープを加えて煮立たせていきます。豆腐は無限豆腐、しっかりと弾力があって味に負けないものを使っています。その後も四川料理の調味料を何種類も加えて味に深みを持たせます。とろみをつけるための片栗粉はできるだけ少なめにして、最後に山椒で作った油を加えれば、四川ならではのしびれと香りも楽しめる四川麻婆豆腐。旨味を残しつつ香り、辛みの中に旨味があるという、はい、あっさりはしてないんですけど、食べた後はもうそんなに油食べたなって感じはないです。那須町で楽しめる本格的な麻婆豆腐、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。